Welcome to シビチャンネル。どうも、シビです。やっていきますよ。アクル。これは40回、ついに40回も突入です。霊木世界樹。はい。ね。行きましょう、世界樹。立ちはだかる魔界の戦士。変わり果てた世界樹に降り立ったメイヤたち。再び調和の祭壇までたどり着くと、そこは邪悪な気配に満ちていた。レッツゴー。ね、パーティーはまああれで、ただ、マーニャがちょっと空中で被弾をするので、見返しの性能とか、回避率上げなきゃいけないですね。真っ暗ね。何も見えないわ。姫様、私の後ろへ何か潜んでいるよ。来るぞ。起きた。待ちかねたぞ、光の者たちよ。貴様らがここへたどり着く前に世界樹が朽ちてしまうのではないかとヒヤヒヤしていたぞ。余裕ぶっていられるのも今のうちだ。世界樹は光を取り戻す、この聖なる雫でな。そんな見せていいのか。これ以上お前の思い通りにはさせない。貴様らごときがこの私を阻もうというのか。ならば楽しませてもらうとしよう。いいわ、楽しませてやろうじゃないの。あんたがボロッボロのヘロヘロになるまでね。それは期待できそうだ。だが、貴様らの息の根はこやつが止めてしまうだろうがな。ちょっとずるいわよ。そんな楽しみ方ってあり？出てきちゃったものは倒すしかないわね。世界中はもう限界よ。朽ちてしまったら聖なる雫でも元には戻せない。急がないと。ああ、さっさとこいつを倒して聖なる雫を使わせてもらおう。世界樹にはもう時間がない。行くぞ。人パーティーじゃなくてもっと組みたいよね。エルバトラー。さあ、いいだろ。よっしゃ、行くぜ。戦いじゃ。のろしを上げろ。ガンガン使っていくぜ。あかーん。お待ち。毒ってるし、しかも。よし。いけー。やばい。あ、死んだ。もらーき。おはよう。あ、減るね。周りの魔物にも注意して。
時に封じられた。いいだろう。行けい。あー根元じゃない、はいな、みなぎってきてくれ。やばい、お倒した、なんか倒した、魔界の番人かい。あらてか、ザコが何匹来ようが同じだ。行くぜ、ここが見せ場ね。ジャンプ力上がる。シャ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 、こっちにくくなって、逆に操作しづらい。これダメでしょ、これダメなパターンやで。どこ撃ってんの、走ってきてますけど。200ヒットしてるんですけど、キリがありませんね。心配ないわクリフト、全部ぶっ飛ばせばいいんだから。よし行くぜ、ここが見せ場ね。踊ってらっしゃる。じゃあ来いよ、素晴らしい。また後ろだよこれ。またまた後ろ向いてるし、負けですこれは。あ、ちょっと当たった、本体に。だけどあれには当たらない。400キット、あ切れちゃった。200キットじゃない、なんていうことでしょう。よっしゃスクルム、よし行こう、これで決まるはず。これで終わるだろ。ギガスラッシュ、ほらー終了。あ、終わってない、終わったと思ったら違った、違うやつを倒すのか。闇よく、なんか上から撃ってる。いけ、これは痛い。いいだろう、正面から殴るよ。みなぎってきよった、みなぎってきよった。行くしかねえ、特技使える。ガンガン行くぜ。
速やかに万人を倒すのじゃ。扉からたくさん魔物が出てくる前にな。よっしゃ行くい。国王快進撃。快進撃。素晴らしい。おお最高。いいね。あの魔物かなりバテてきたみたいだ。よし、このまま畳みかけるぞ。よっしゃ行け。僕ももっと大きな声で応援するぞ。みんな頑張れ。よっしゃ来た。行くわよ。ああ私に立ち向かおうなど少子千万。今のうちにさあ早く。あ、世界中よ、元に戻って。やったでガス、闇が消えていくでガスよ。何、世界樹が力を取り戻したわ。よかった、これで闇竜も。何がおかしいのかしら。まさか追い詰められたせいでやけになっちゃった。追い詰めた。貴様らこの私をか。なんとおめでたい者どもよ。世界樹が元に戻ろうと痛くも痒くもないわ。我らの神闇竜シャムダ様の封印はすでに解けているのだからな。どういうことだ。世界樹が完全に朽ち果てるまでシャムダ様の封印は解けないとでも思っていたようだが。甘い。世界樹が朽ち果てなくともその力が弱まりさえすれば我が闇の術で封印を解くことができたのだよ。そんな、じゃあシャムダはもう復活してしまったの。封印が解けた今、あとは眠りから覚めていただくだけよ。これより次元島で最後の儀式を済ませれば闇竜シャムダ様が目を覚ます。光の者どもよ、世界を救いたくば我を追って次元島に来るがいい。まずいことになったわね。まさか闇竜の封印が解けちゃってたなんて。こうしちゃいられないでガス。闇竜が目覚める前にヘルムードをやっつけに行くでげすよ。だが奴は不自然なほどはっきりと自分の行き先を明かした。明らかに罠だ。でもたとえ罠だったとしても行かなくちゃ。闇竜の復活を止めるにはそれしかないもの。そうね、ここで途方に暮れてたって仕方ないわ。大切なものを守るためにできる限りのことをいたしましょう。どんな罠が仕掛けられていたって平気よ。私が全部ぶち壊してやるわ。それは頼もしい。なりません。そのような無茶をなさらずとも姫様を阻む輩はこのクリフトが排除いたします。それじゃあみんな、すぐにバトシエへ乗り込んでちょうだい。次元島までパワー全開で飛ばすわよ。よし、世界中救いし者。よし、中央にあるんだね。
オートに面した海に向かって進みます。人の出入りはなかった。ねえ、次元灯が変わった。ねえ。ああ。え？よし。ラストバトル、いよいよ。でございます。やってきたー、ついに。お、め、いろいろタップグレードされてます。ご協力お願いします。ドルモは、まあ、いや。これは後で、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 全部あってます。いらっしゃい。ギガントオーブ。周囲、ひらめテンションアップ。おお。光の、オート魔法カンタ。魔法カンタが何かわかんない。ガイアのオーブ。闇のオーブ。二回戦の、おお、いいね。スパルコンオールオーブ。まあ、にゃ。はいよ。ひらめテンション。音楽が変わってるからね。いよいよラストですよ。テンション上がっちゃうね。はいよ。最強の遊び場だ。はいよ。ありがとうね。おお、よく来たな。さあ、ハヤブサの次、炎の次。ドラゴンキラー。ドラゴンロッド。おー、いいねー。ドラゴンテほらよ。やべ、これがなくなっていく一瞬で。マーニャは別にいいかな。今まで貯めた余裕だろうと思ってたお金が吹っ飛んでいく。別にシールなんて立てる、そもそも立てを使わないから。いや、プレイスタイル、立てらない。突っ込む。ほらよ。また来てくれよ。また来てくれよな。そんな感じでございます。今回はここで終わろうと思います。また来てくれよな。そんなわけでまた次回、シルビーチャンネルでお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。